はい、ということでおはようございます、ラスカルでございます。本日はですね、ちょっといつもと違ってふわっとお送りさせていただきます。というのもですね、おそらく1個前2個前ぐらいの動画でノラリアさんという家系ラーメン屋さんに行っておりまして、それがですね、現在時刻8時半、3時間前ぐらいにですね、大盛り2杯と、ライス4杯をいただいた後にですね、ただいま浜の屋さんというこの千葉県でもですね有数のラーメン屋さんに来ておりまして、今日はいつもと違って、はい、あのノラリアさんのオーナーさんとお邪魔します。はい、佐藤さんとですね一緒に来ております。なんか逆に緊張するんですけど、あのこの演者モードの斉藤さんは知ってる人からしたらちょっと面白いかもしれない。もう私こう見えて、はい、ラーメン好きなんです。あのキャラが全然違くて僕もどう対応していいか分かんないですけど。そんな感じですね、今日はあの一人で大食いというか、そう、ゆるくゆるく、ゆるく、あの美味しいお店を一緒に美味しく食べましょうという回で、そうですね、はい、すいません、お邪魔します。いや、こちらです。お邪魔します、本当に。で、この動画の最後にですね、まあ、ちょっと告知といいますか、皆様にお知らせもございますので、ぜひあの最後まで見ていただければと。それ目的で参りました。はい、それ目的で。よろしくお願いします。ます、まあ、あとはもう完全にゆるくなんで。はい、もうゆるく食べましょう。はい、ゆるく食べましょう。はい、うわ、うまそう。おっ、うまそう。あ、もうじゃあちょっと全然先食べちゃってください。はい。さらっと。はい。うわ、めちゃくちゃもう横からいい匂いするんですけど。うん、はい、お待たせしました。ありがとうございます。うわ、あ、そう、浜ちゃんのスープに入れるとさ、こっちの方が醤油強い。いや、俺のイメージだとうちの方が強く感じるじゃん。あ、本当ですか。そう、あの俺がこれ食べると、だからこの強い、いい当てですわ。ちょっといただきます。こういう話聞きながら食うことないんで余計うまく感じそうですね。いやいや、そしたら一回あの、うわ、楽しみ。ちょっと塩をスープいきますね。失礼しますね。それでまた合わせて、まあ、じゃあ行きましょう。あれ、種はうちとノラリアさん、で、いいのも山、あ、種スープ、山本君は種も、うん、まってことは、確かに返しをもっと強くしないと、うん、多分合わないですね。合わない。そうそうそう。でもさっき食べたばっかりだから分かりますけど、やっぱ確かに塩分強いですね。あ、ノラリアさん。はい。こっちもこっちで、あ、このバランスがうまい、やっぱり。このね、サブを作る能力が俺には全くない。もう難しいことやってないです。全然難しくやってないです。うまっ。やっぱ確かに全然違いますね。なんかうまい家系食ってるって感じしますよね。いや、しますね。マジで、うん。なんかすごい充実感を感じるんですよね。すごいうまい。うま。でもやっぱうちも自宅からこの千葉の方来るの片道1時間ぐらいかかるんですけど、あの浦武さんも浜の屋さんも妻と一緒に来た時に満足した顔して帰りましたよ、一緒に。いやいやいや、よかった、来てよかったっつって。いや、そういうのが嬉しいよね。やっぱ千葉の家系がうまいって思ってもらえるのは本当嬉しいよね。本当嬉しいですね。めちゃくちゃうまい。すごいじゃないですか。本家は任せて。超える超えないじゃなくて。千葉もすごいいいのあるよみたいな感じだよね。うまい、うまい、半端うまい。あ、でもそれこそ僕もあの宅麺さんとかで自宅でも結構買う頻度があるんですよ、うん、冷凍ラーメン。かなりのリピート率で買ってますもん。たまんない。うちの使う、本当ですか。いや、うまいっすよね。これちょっとご飯。うん。いや、でもこれはマジの技術っすよ、うん、いや本当にこいつ謙遜するっすけど、この味を常のお客さんがやっぱ浜の屋がやっぱ一番うまいって千葉でみんな言うじゃないですか、うん、いやそれは技術っすよ、絶対に、うん、謙遜してるけど本人も思ってるはず。いやいやいや、だから口先だけでうまくないっていう。あ、そうですね。あのもうずっとこっからこっから美味しいっすね。もう ここでうまい。いや、でもさ、これ好き結局
いろんなことを言いますけど結局好きってことですね。すげえうまい。そこなんだよね。あその基本のさ、なかなかこういうタイプ食えないですもん。ない。うん、いやこれでこの醤油先行ベースっていうのが珍しいっす。だからバランス型になるっす、うん、乳化もしてるし要は豚も鶏も感じるし返しも感じるし、でもなんかそこだけじゃなくてちゃんとミネラルというか塩分でも豚を食えてる感じが残ってるじゃないですか。醤油だけじゃなくてちゃんと塩分として美味しさを上げてくれてるっていうのもなんか伝わるので、そういう意味で本当にすごいバランスなんだろうなっていう。なんかあ、ラスカさんごめんなさい、すいません、はい、あります。パンパン、あのパンパンで治癒取ったあの素敵なお話を聞きながら横でいただきますね。2杯目はもうあのこっちは好きに家系トークしてるんで、はい、すごい。いやもうね本当俺これ見てきてるから、あのねしかも気持ちいいのうまいっつってずっと食ってくれてる。あのお腹いっぱいになってからうまいって食うのは、ねねね、しかも家系から家系だと。いやすごいっすね。しかも軽いから重いに来てるの。でもこのその軽いから重いとか、うん、あとまあその大なのかチャーシュー麺なのか普通なのか、うん、この微妙な変化を楽しめるのも僕らの特権なんで、うん、またそれはそれで僕らなりの楽しみ方があるというか、あ食える楽しさ。そうです食える分そうだよね。うちらはこれ食った後にやっぱり明日の昼まではちょっと開けたい、うん、そうですね。マックスで、うん、今日は何て行くぞという気持ちでいればいけますけど、うん、この間僕もう全然興味なくなってきましたね。俺もう一杯でこれだイグスミ俺はもう一杯で。ちなみに僕も私生活で二郎系行くときは絶対麺半分ですね。うめえなーって言うから、ね、これがねそうさせちゃう。もうカメラ向いた瞬間に食えるスイッチ入っちゃう。逆にスイッチが入んないと僕は全然食えないですね。洗いできちゃうと食えないってことですか。洗いで来るとダメです。出てきた。でもうまくて普通にペロッといけたんで。でも二郎系のチャーシューは戦いだよね、うん、そうですね。ちょっと戦いになる。まあまあまあうまくて全然食っちゃいなかった。ここ腕に内もも横の内側ってことなんですか。内田君三頭筋なんとか筋みたいな。うまっ。内もも外もも。あのなんかいろいろ聞いたらもう終わりそうです。マジ買った豆がすごいよ。10玉目ごちそうしましょうか。10玉目は大丈夫です。もう僕アクアライン超えられなくなります。いやでもマジでうまいな。やっぱり僕らでもだんだんこう量を食べてくると塩分にもやられたりして最初の美味しさが味わえなくなってきますけど、今これ2杯目第1弾、今日合計8玉目ですけどずっとうまいですもん。そういやだからこれがね、うん、浜の屋があの千葉で一番うまいって言われる夢だと思うんだよね。ずっとうまい。こんだけこう特別な一杯なのににもかかわらずつい行っちゃう感じとかもあるので、ご褒美で月に1回行くようなラーメンではなくてちゃんとしっかり日常で食える。ずっと言われてたの修行みたいな。毎日食べれるラーメンが本当に一番うまいラーメン。まかない今日はいいやって日が全然なかったんで。あーなるほど。食べなきゃいけないじゃない、食べたい。うんうんうん。結構やりとかそういうレベルじゃないんで。あれすごいな、すごいな。あれ明日のメインに入れるの。メインじゃないでもすごいな。全部さっさっ原稿使いたくない明日の朝の持続力使いたくないっていうか別に全然使いたくないとかじゃなくて、うまいよな。15分くらいだけ食べてもう終わりなんで。カス抜かないで帰るって言ってたもんね。もう、ね、ね、そう、だから、はい、うちは、はい、軽いスタートにしてるんだよ、はい、あの、刺しに行ってるの、最初から、はい、刺しに行ってるから、朝から。あの、オープン1時間前からガラを入れてたんで、はい、オープン前、勝負なくて本当にもう、オープン当初3年ちょい前から来てる。はい、本当にめちゃくちゃうまい。瀬戸さん、めっちゃうまかったです。いや、めっちゃうまいっす。めっちゃうまかったです。何ですかこの一杯は。いいよね、これだよね。完璧なる技術じゃないって言ってるけどこれが技術。そうですね、どこが尖ってうまいとかないのに全部がうまいのはちゃんとわかるっていう。拍手だけしておきましょう。いやそうですね。
ということですね、本日は、先ほど野良リアさんの方でラーメンをいただきまして、冷食という形で浜名屋さんの方で、とんでもないです、すごい材を合計4杯今日1日というかこの4時間ぐらいの間にいただいたんですけれども、普段ねこういう撮影はしません。なぜ今日こういう撮影したかと言いますと、千葉県の八街市の方でですねラーメンイベントがありまして、斉藤さんのお店さんである、浦武蔵屋さんと野良リアさんで今回いただいた浜名屋さん、あとは僕まで動画で以前お伺いさせていただいたんですけれども、明暗亮さんという AKラーメン店3店舗がコラボで出品するということでですね、皆さん自身のお店の屋号でいうとイベント出店は全員がそのこの屋号では初めて、全員が初めてです、ですよね。今までのラーメンファンの方であってもイベント行き慣れてる方であっても一回もねこのように出たことないコラボの一杯が、八街市の方でいただけます。はい、当日は5月31日夕方からですね、営業がございまして、そこにちょっとお邪魔なんですけれどもお手伝いさせていただきますので、このお二方の店主さんと、もう一人ですね麺屋亮さんというラーメン屋さんの3店主さんで、合同コラボという形で出店しますので、ぜひお時間がある方は八街市のですね、ラーメンイベントの方に参加していただければと思います。よろしくお願いします。はい、お待ちしてます。では本日の動画はそんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。こわもてだな画面が。